さあ、突然乱入。すぐ呼ばれるからもうね。シンクロメッセージ。そうですよ。シンクロメッセージは、あ、こっちはこれあなた言ったら、そうね、ありがとう。シンクロメッセージは皆様向けのキーワードです。心の天気予報。知っておけば対処もできる。慌てず騒がずに楽しむのが一番。すぐにピンとくる方、数日してから気づく方、忘れた頃だって OK です。本当に心が求めた時にシンクロは起こる。誰もが平等にメッセージを受け取ることができます。どれだけ心を敏感にしてキャッチするか、ただそれだけです。ここで、福岡民、それからアシスタントの2人にね、ちょっとあの物を申しますけど、はい、あの受け取ったバトンを簡単に人に返さないように次のそこで帰るとは限りませんのでね。あ、そう、いらないのねっていう。散々なんか、メッサージでさ、いろいろ喋ったよね。喋りました。希望とかさ、なんか、ね、チャレンジとかね。うん。その前に簡単に返すんじゃない。これそう、これ読めないもんな。いや、違う。だって言ったじゃない。シンクロ言えて幸せって言われた。そう、私もやりたいんだ。だったらもう、これだけ私に言わせてくださいっていうところは。いいんだ。譲らないちょっと今ね、話ができなかったからね。あっち向きでね。私そっち側にいたらさ、ちょっと来て、カモンって言ったんだけど。二人に聞いたらね、黒いるのって聞いたらね、別に。違うんですよ、違うんですよ。私に聞いて、こっち側に回って。ここまで来なくちゃいけないの。そうなんです。ちゃうじゃない。美味しいですよ。恥ずかしくない。狼を探せって、ここに。狼だから、ここに顔来れない。まあ、でもしれない何言ってるかちょっと受け取れなかったですね。分からないのにさ、分からないって言われるのに。あ、そう今でも曖昧なね、返事いらないよね。そういう時はね、待てって言うんだよって、うん、メイトって言ってっつって、うん、これ日本人の特徴というか、若者たちの自信のなさというかね、なんとなく運なのか、運なのか申し訳ございません。どっちなんだって。まあ、音はよろしいようなので、行きましょうか。それで、違う打ち合わせをしてたらさ、うん、福岡県はいきなり、どうするんですか、やるんですか、やるんですか。さっき言わないって言われたよ。消えねえ。はい、来て。さあ、では、まずは、じゃあ、あそこも言ってくださいよ。火の星座ってやつですね。そうですね。はい、エレメント。呼ばれたんじゃない、ちゃんと。呼びたいんじゃない、読んでくれるんですか。急な展開に焦る、うん、あやこ。火のグループ、情熱の星座、お羊座、獅子座、射手座。はい。はい。はですね、来週の月曜日からですね。はい、一緒ですね、うん。いろんなものがね、去年いろいろ頑張ったものをいっぱい手元にあることがね、あることに気づきますね。うん、なんですが、全部使える、今使えるものではありませんので、よく見極めてみましょう。という章ですね。まあ微妙だな。あれ火はいないのか。いや、いますよ。マジでございます。リアクションしようよ。本当に台本を読むの。1個しかできないから1個だけ。そう。単純なの。そう1個しかできないのさ、長くちっちゃいとから変わろうと思って。30年間変わろうって。あれすごい受けたんだけど。今年はねマルチタスク化するってのちょっと大変です。本当に1個しかできないの。聞いたくない。はい次。はい。地のグループ安定の星座。お牛座、乙女座、ヤギ座。はい、地のグループですね。私ございますよ、ね、はい、ある部分は、それ放置したり、うん、やんなくてもいいです。おで、そうすることで、みんなで力を合わせて気持ちを合わせていかれます。なるほど、うん、機嫌がいいらしいいい答えだと大体機嫌がいいですよね。無口になりますこれね、でもね、これもまだまだ未熟者だな。これはいい時はさ、別に何も気をつけることもないし、うん、そうすればいいじゃない、うん、なんかがあることの方が、おやってこれも楽しむようにならないと、おやなんかあるんだなと思うところにヒントとかチャンスとかいっぱいあるから、私はそっちの方が、ね、あ、来んのかと思って、前はっていう感じもちろんあったよね、うん、いや、なくはないんだけど、でも転換させればいいことだし、変えれば良くなるっていうのは分かってるから、そっち。そうしよう。にこやかに。
ね、したい、うん、はい、次、はい、次はいいな、この組み合わせ。はい、次はい、いきます。風のグループ、伝達の星座、双子座、天秤座、水瓶座。あー、ね、あ、3人多いね。派手な感じの女の子。まみちゃんも結構派手だね。ね、まるでピエサじゃない普通だよね、パーソナリティの、うん、あ、そうそうそう、存在感あります、うん、あ、写真撮っといてね、すぐマミちゃんの必要なのよ。わかりました。マミちゃんにっこりとね。なんだっけ、カズドグループ。はい、そうです。ちょっとね、動かない。すすっと言ってたものがちょっと止まったり、悪い意味じゃなくて、止めてというか止まってというか、じっくり地に足をつけて、で自分と誰かとだけやってたものに対してもう一人誰かを入れるとか、3つの、案を出して進めるとか、3つの形がいい、三角形というか、それをちょっと頭の中に置いとくと、あ、もう一個出してみようかなって、うん、A 案、B 案、C 案とかさ、1と2と3とかっていうのがいいですね。はい、次。はい、水のグループ、感情の星座、蟹座、なんだ、ちょっと黙っててみようか、黙っててみようか。蟹座、サソリ座、サソリ座、魚座。あ、面白い、面白い。あそこで笑ってんの次行くからね。次回自分だと思っててね。水のグループね。いい感じにみんな和気あいあいと、なんかフィーリングが合うというか、感性が同じような人たちと一緒にできますね。で、その中でファミリーというかチームというか、仲間としての答えがいろいろ出ていくみたいですね。はい、最後読んで。よろしいですか。どうぞ。ありがとうございます。シンクロメッセージは心の軌道修正、お役に立てたら嬉しいクリスタルパワーです。じゃんじゃん、じゃんじゃん。新しいことってこういうことなんだよね。でもさ、嬉しい、なんかでしょ、うん、そうなのよ、嬉しいことなのよ。だってちゃんとやれって言ってないじゃない、はい、なのに言ってもいないのみんなちゃんとやろうとするから、なんか上がったりとかするわけよ。いいじゃん、今ので初めてなんだからさ、面白くない。いや、本当にその話してたの今日も。あ、そう。っていうか、そんな話ばっかりしてるよね。そうそうそう、いかげんわかるよ。でもね、何回も何回も言うことで、よくほら、人に教えたりするとすごく自分が成長したりとかするからじゃない、うん、教えるだけじゃなくて伝えるってことは自分でもう一回確認することだから、うん、いい意味の伝言ゲームがここで蔓延していけばいいよね、うん、そうですね。ほら、いいことだらけ、楽しみついてきた。だからむしろ私は、はい、こっちはいきなりは書いてあるね、うん、シンクロの記号みたいなものは読めないけど、うん、こっちは私にやらせてくださいよって誰か言ってこいやって思ってるわけ。誰も言ってちゃう。そのうちまみちゃんが、私読めないんですか。どうぞどうぞ。そういうことよ、ね、先生とかさ、なんかにとか上の方のものになると、うん、下の人たちがさ、頑張ってることが嬉しかったりさ、うん、やってみたいと思うことを応援したいっていうような思いが溢れてくるわけよね、うん、溢れてるものを使わなかったらさ、体の中充満しちゃってさ、調子が悪くなっちゃうわけよ。本当だよね。頼みました、使わせてよ。もうどんどん溢れてきてるんだからさ、やらなきゃ損損っていうことでね。そうそうそう、来週から日中のお届けいたします。おお、うん、想像でやってみる。私これやめたい。口のグループ。口だけ。あ、全部ね、はい、いいね、ほらね。他の私ほら嘘言わないからさ、本当においでよって言うんだけどさ、本当に気がしないのよね。来たら私飾り出してあげたりさ、なんかするのにさ、信じないのかね。いやね、やっぱりね、失敗したくないんですよね。失敗すると何が起こるの。恥ずかしい。恥ずかしい、うん、だからほら、よく切り替えるというさ、イラのプライドだったりさ、ね、そういうものが邪魔しますよね。でも知ってる、そこでさ、恥ずかしいから逃げた人、違うとこでとつかまえてもっと恥ずかしいことするけど。怖い。マミちゃん OK。 でもそうなんですよね。そうよ、
って誤解があるけど、私が言わなくてもそれある意味逃げたことになるから、うん、ね、神様も考えるよ、なんだこのぐらいの恥じゃダメなのか、3倍いくかで大恥をかくわけ。本当そうね。でほら、あの人の振り見てじゃないけど、誰かが失敗をさ、うん、あーじゃなくて、あ、自分に置き換えてみてやってみたりとか、なんだっけ、一時の恥は一生なんとかってあるじゃないか、うん、そんなの、はい、その時一瞬恥かもしれないけど、例えば今なんか私なんか息子と同じぐらいの年齢の子たちいっぱい来るわけよ。でも彼らがいっぱいしてて私が知らないことなんて山ほどあるから、全然聞く、それ何って言うと教えてくれるもんね。そう、私知ってる人になるじゃない。どっちがいいって話よね。ずっと知らない名前行くよね。あ、私だから代表して知らないビジネスを思いっきり公共の電波で語りまくってるじゃない、うん、みんな大笑いしてるじゃない、ね、でも私恥ずかしくないよ別に。うーん、ちょっと何それ私ね、ちょっとこちらで恥ずかしい。いや、私がこれね、ちょっとビジネスやってた人だったらちょっと恥ずかしいのかもしれないけど、全くビジネスの世界を通らずして家族してきた人だから、こんなもんなわけ。いいですね、キリンさんがやるからいいんですよね。そう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 、でも、うん、私がそういうのやってるんだから、みんなもやってみたらっていうメッセージなんですよ ね、 よね。同じことなんだよね。知らないことがいっぱいなんだからいいじゃんね、そこで知るんだから。本当そう思うよ。思いますね。じゃあこの間でちょっと時間が迫ってるね。ですね、いいかな、大丈夫ですか。じゃあまたね。ありがとうございました。はい、ではエンディングに参りましょう。